ボルヒエンは、ドイツ連邦共和国ノルトライン・ベストファーレン州、デトモルト行政管区のパーダーボルン郡に属す、町村である。ボルヒエンは、パーダーボルン高地に位置し、南東端は、ベストフェリッシェ盆地に至る。この盆地は、ヘルベーク地域の東部にあたる。中核地区の北西端で、アルテナウ川がアルメ川に交流する。これは、アウトバーン A33 号線がボルヒエンから離れる。 地点であるこの町の最低地点は125メートル、最高地点は334メートルである。長域の地盤は主に白亜紀後期の泥灰岩、石灰岩、荒い砂混じりの泥灰岩からなる。この地盤は、ほとんど妨げられることなく西のミュンスターレンダーボン地内部へ下っていく。これらは、デボン機や石炭機の集局した岩石の地層の上に乗っている。 ボルヒエン地区の北西部の一部では、白亜紀の地層の上に氷記に形成された、モレーンなどの堆積岩、あるいは雪解け水や洪水で運ばれた粒手などの薄い層が見られる。シュトルヒエンコルクの有水一地盤はカルスト化しており、このためにパーダーボルナーコーチには数多くのシンクホールや川が刻んだポノールが見られる。これらは、 カルスト体水槽となっているが土壌のろ過機能が低いため汚染されやすい。潮域西部の香水や川水から浸透した地下水はカルストの細い流れを地層の勾配に沿って北西に向かって流れ、ボルフィエナーのカルスト水源として再び地上に現れる。シュトルヒエンコルクがその典型的な例である。ハムボルン城からリヒテナウェビングハウゼンへのラインの 東側で地中に浸透した水はパダークベレンで再び地上に現れる。記述の通り、この町は水の正常度が低いため、1977年からパーダーボルン施設局によって飲料水が供給されている。1977年から1990年まではパーダーボルンマリエンローから採水されていたが、それ以後はアーバッハ園庭から採水されている。 白亜紀の泥灰は、石灰岩は現在採掘されていないが、セメント業界では有望な埋蔵地であるとみなされている。第四期の粘土やシルトは、レンガの原料として用いられている。この町の地盤は、白亜紀後期の岩石で構成されている。風化によって、褐色土化し、石や粘土の混じった最大でも50センチメートル程度の厚さのローム層が形成されている。 この褐食土は塩基が豊富で、高地をほぼ完全に覆っている。氷記の黄土は、かつては広範囲に分布していたが、中世の開根によって侵食され、宝石土となっている。ボルヒエンの北西では、モレームの上に黄土が厚い層をなし、風化され褐食土となっている。この地域では、水と火性の低い土壌に降った水によって一部が、スタグノゾルを形成している。 アルテナウ川やアルメ川の谷では栄養分に乏しいしつくさが支配的である。ボルヒエンの地熱分布ズボルヒエンは地熱ゾンデによる地熱源やヒートポンプによる地熱採取については良好から極めて良好な状態にある。大きな田舎町に分類される。この町は海抜125メートルから海抜334メートルの間に位置し、 面積は77.28平方キロメートルである。町域の大部分は森林及び農業用地であり、合わせて約87.1%を占める。住宅地及び交通用地は約11.6%である。東西軸の最大長は約13キロメートル、南北軸のそれは約10キロメートルである。ボルヒエンは北から時計回りに群町所在地。 パーダーボルン、リヒテナウ、バートビューネンベルク、ザルツコッテンと境を接している。基本条例4によれば、ボルヒエンは5つの管区からなる。ボルヒエンが現在の構成になったのは1969年になってからであった。この町の前身の集落は、もともとは、ザクセン公領のパーダーボルン司教の世俗勢力下にあった。14世紀から新聖ローマ帝国内に、 パーダーボルン司教領が形成され、16世紀からは、ニーダーライン・ベスト・ファーレン帝国クライスに属した。1802年、1803年にこの司教領は、プロイセン王国に支配された。プロイセンは1807年にエルベガワサガン側の、すべての領土を放棄しなければならなかった。放棄された領土は短期間ではあるが、ベスト・ファーレン王国を形成した。 この王国は1813年に和解し、領土は1815年に再びプロイセンに戻された。この際に新たな行政機構が敷かれ、これを改変する形で現在も機能している。この地域は1815年新たに創設されたベストファー練習内の民伝、行政管区に属すこととなった。1816年の軍の新設に伴い、アルフェン、 ノルトボルヒエン、キルヒボルヒエン、デーレンハーゲンは、パーダーボルーン軍の一部となり、アムト・キルヒボルヒエンに属した。エッテルンは、ビューレン軍に編入され、1974年まで、アムト・アッテルンに属した。1984年に新しい町役場が設けられたため、ボルヒエン町はその中心地を、キルヒボルヒエン地区に移した。現在のボルヒエンの域には、 石器時代まで遡る人の痕跡が残されている。超域内にある人の存在を示す、最も古い証拠は、懐中ナイフのような道具群である。この種の遺跡のほとんどは新石器時代、特に、ミヒエルスベルク文化の時代のものである。定住の痕跡としては、青銅器時代前期の30機を超える、紛糾墓や、同じ時代の墓場跡がある。ゲリングハウゼン城、ゲリングハウゼン城は、 防衛用の城塞として、紀元前700年頃から紀元後1200年頃まで、様々な段階を経て、構築、拡充された。建設時期を特定する調査では、ケルト文化の時代、あるいはその影響を強く受けた時代と推定している。1597年から1611年頃まで、現在の町域でボルヒエンの魔女狩りが行われた。人が告発され、 9人が魔法使いとして家計に処された。被害者として、エリーザベト・シャーファー、マルガレータ・フォークと、エッテルンの、デーヨーゼフ・シェ、ゲルトラウト・クナイプスといった名前が記録されている。1969年1月14日に制定された、パーダーボルーン軍の自治体アルフェン、キルヒボルヒエン及びノルトボルヒエンの合併に関する、法律に基づき、キルヒボルヒエンに属する。 これらの町村が1969年7月1日に合併し、ノルトボルヒエンを行政中心とする自治体ボルヒエンが成立した。行政中心は現在のパーダーボルナー通り2880年に建設されていたアムツハウスを新たな町の町役場として利用した。ザウアーラント・パーダーボルン法により1975年1月1日に それまで独立した町村であったボルヒエン、デーレンハーゲン、エッテルンが合併して新たな自治体、ボルヒエンとなった。アムト・キルヒ・ボルヒエンは廃止された。このアムトの権利継承者は、ボルヒエン町であった。1969年まで、アムト・キルヒ・ボルヒエンに属していたベーバー及び1974年まで、同、アムトに属していたダールは、パーダーボルーンに編入された。 ボルヒエンの住民の多数がカトリック信者である。この町には5つの教会組織がある。聖ミヒャエル教会、ーラウレンテウス教会、セ聖バルブルガ教会、聖ジーモン及び聖ユダ・タダイ教会、聖マイノルフス教会である。これらはボルヒエン市牧連合を形成しており、パーダーボルン広塚教区、パーダーボルン首席司祭区に属す。アルフェン。 キルヒボルヒエン及びノルトボルヒエンの福音主義信者は、福音主義のボルヒエン・ステファヌス教会に属している。この教会は、パーダーボルンのベーバー・シクも管轄している。デーレン・ハーゲンの福音主義信者は、パーダーボルン福音主義ルター派教会のルカス教区に、エッテルンの信者は、リヒテナウ教会組織に属す。これらはいずれもベスト・ファーレン福音主義教会の、 パーダーボルン教会クライスに属している。現在の宗教分布を知る手がかりの一つが、ボルヒエンの学生に対する所属宗教団体の調査である。この調査によれば、学生の約55%がカトリック、21%が福音主義、イスラム教は1%以下であった。7%がその他の宗教を、16%が無宗教であった。 1975年以降の数値は、ノルトラインベストファーレン州情報技術省統計局の公式の値である。1975年から1985年までは推定値、1987年は人口調査結果、1990年以降は1987年の結果に基づく人口推定値である。 ボルヒエンが現在の構成になった1975年以降2013年までに人口は8930人から13597人にまで増加した。人口増加率は約52%に相当する。1975年以前の数値は現在の超域にあたる当時の町村の人口を含む値である。 人口調査結果ボルヒエンの町議会は現在28人の議員で構成されている。これに町長が議長として参加する。2009年からライナー・アラーディスセンがボルヒエンの町長を務めている。彼はスピード所属としては初めてこの町の町長に就任した。彼は2014年5月25日の選挙で57.7%の票を獲得して再選された。 次回の町長選挙は2020年に実施される。ボルヒエンの上りボルヒエンは1975年9月18日にデトモルト行政官区長官によって以下の紋章の使用が認可された。紋章の図柄、金字に青の斜め破体。その上部は金の名みたいが中に入っている。これに被せる形で5本の黒線と4本の銀線で。 交互に現れる構成で書かれた B の文字。縦棒の上部に黒い十字。十字は、この町がかつてパーダーボルン市橋領に属していたことを表している。上部が二つに分かれた青の波帯は、長域内で合流するアルメ川とアルテナウ川を示している。1975年9月18日の上述の文書では、以下の旗の使用も認可されている。上り。 長辺と平行に、木青から木で1、3、1に分割。上部1、3に、町の紋章が描かれている。旗、長辺と平行に、木青から木で1、3、1に分割。中央に、町の紋章が描かれている。ノイエンシュルサルトとの姉妹自治体協定は、アルフェン地区との間で結ばれたものである。これは、独仏有効サークルとスポーツ連盟によって維持。 されている。2000年6月にボルヒエンの町長、ハインリッヒ・シュバルツェンベルクとアルフェンの地区代表者、ヨーゼフ・リューケがノイエンシュルサルトで、姉妹自治体協定の提携文書に署名を行った。ボルヒエンには、プロの劇団が存在しないので、軍庁所在地であるパーダーボルーンのベストファーレン室内劇団まで出かけていく必要がある。キルヒ・ボルヒエンには1978年から、 アマチュア劇団がある。この劇団は3つの部門があり、定期的に上演している。2001年からノルト・ボルヒエン郷土博物館があり、19世紀から第二次世界大戦までの手工芸品、日用品、農機具を展示している。この博物館には300点の展示品がある。ボルヒエンには2つの混性合唱団、3つの男性合唱団、 一つの青年合唱団がある。さらに三つの吹奏楽団、二つの全般的音楽クラブ、四つの金管アンサンブルがある。町の中核部は木組建築や町のすぐ近くのパーダーボルン高地で切り出された石灰岩を用いた石像建築が強い印象を示す。宗教建築キルヒボルヒエムのセイミヒアエル教会カトリックの教区教会、セイミヒアエル教会は キルヒボルヒエンの象徴的建造物である。司教ロ老王党は1043年にジュートボルヒエンに聖ガルス教会を創建した。廃村となったジュートボルヒエンを忍んで1663年に同じ場所にガリレー廃堂が建設された。アルフェンのかつての教区教会聖バルブルガ教会はもともと13世紀またはそれ以前に ロマネスク様式の防衛協会として建設された。協会内部には重要なシュタウフェン時代のフレスコ画が見られる。バロック時代に入り口が新しく設けられた。現在この協会は若者の集会所として利用されている。ネオゴシック様式の新しい教区協会、セーバルブルガ協会は19世紀末に古い協会が手狭になったために建設された。 1906年7月22日に提訴がなされ、1907年10月13日に完成した。右の側楼には1420年頃に製作された価値の高いゴシック様式の聖母像があり、内陣の聖壁には後期ゴシック様式の聖マイノルフの彩色画がある。ルネサンス様式のゴブレット型の石像洗礼板は現在左の側楼にあるが、 かつての教区教会に置かれていたものである。デーレンハーゲンの象徴的建造物が1220年頃に防衛教会として建設された教区教会聖マイノルフ教会である。内部には初期ゴシック様式のトレサリー窓、中世後期のフレスコがバロック様式の調度品がある。聖ゼーレレイハイドーはデーレンハーゲンの大昔の巡礼地、聖十字架の崇拝である。 ボール島を有する長方形の内部は、ロマネスク様式で、17世紀のフレスコ画が描かれた、正方形の主楼を持つ。この他のボルヒエンの教会には、聖ジーモン及びタデウスユナ教会、エッテルンのクルスレ拝ハイドがある。世俗建造物ハムボルン城マリンクロット豊富、ハムボルン城は、約300ヘクタールの広さがある城市で、キルヒボルヒエン地区にある。この城は九世紀の文書に、 初めて記録されている。この他に二つの貴族館がある。ウンターハウスは遺跡が残るだけであるが、オーバーハウスは現在、マリンクロットホーフと呼ばれている。ヴィンチェンチネリンレン姉妹団の本部公園事前団体、ヴィンチェンチネリンレン姉妹団の本部は公園の中にある。この公園内にはルルドのグロッテがある。庭園は壁とアルテナウ側から引いた。 水車用水路で囲まれている。マリンクロット豊富の実用庭園は約4ヘクタールの広さがあり、現在は風景庭園に改造されている。この庭園は主観の南にあり、老木の小立に囲まれている。公園内には果実や野菜を保存した古い岩屋が残されている。この公園は一般公開されている。ホムボルン城公園は広い範囲が 一般公開されている。来訪者は公園と同時に上館の建物にも立ち入ることができる。この庭園は現在、主に小さな茂みや孤立した立木、並木道がある緑地となっている。ボルヒエンのツイゲンベルク自然保護区には PB-058 のキーナンバーが与えられている。この自然保護区は広さ約2.8ヘクタール以上で、 水源ベルクの岩の斜面が保護の主な理由である。区域内にはブナ、ハンノキ、トネリコの森がある。この区域は、カワセミ、セアカモズ、アカトビ、ヨーロッパハチクマ、ナベコウ、ヤマゲラの栄像地である。ノルトボルヒエンの南端に、ヘッセンベルク運動場がある。ここには、スポーツクラブボルヒエンのスポーツハウスがある。ボーネンカンプラアーゼンシュポルスプラッツは、 アルテナウシューレ・ボルヒエンの近くにある。これに隣接して2009年初めに、新しい近代的な4階建ての体育館が建設された。アルフェンには、エッシェン陸上競技場があり、SV ロートバイアルフェンのクラブハウスがある最も重要な競技場となっている。パーダーボルン地域では主にライムギと、わずかに小麦が栽培されている。これらからパーダーボルナーブロットが作られる。 ライ麦と小麦を3、1で混ぜ、酵母を加えて木製の発酵を受けに入れる。一晩熟成させた後、翌日にこれを焼く。ボルヒエンの土壌は生洋スモモの木に適しており、20世紀半ばまではこの木が町の風景を決定づけていた。9月には町の死者が集落をめぐり、果実が売れたことを知らせた。販売の段取りは、 地区長の役割であった。デーレンハーゲン近郊の連邦道 B68 号線沿いのマイルストーンボルヒエンは、連邦アウトバーン A33 号線ビーレフェルト、ブリーロン線の2つのインターチェンジすなわち、キルヒボルン地区のボルヒエン IC とエッテルン地区のボルヒエンエッテルン IC で、アウトバーン網に接続している。a 号線は、ボルヒエン町内の大部分を開通前には、 連邦道 b 4 8十号線であった路線を通っている。1990年代にアウトバーンが完成した後、連邦道の北部路線部分にあたるキルヒボルン、パーダーボルン間は、修道 L755 号線に降格された。町の東端にあたるデーレンハーゲン近郊をパーダーボルンから来て、バールシェルフに向かう連邦道 B68 号線がかすめている。定期バスが、 パーダーボルン、バートビュー・ネンベルク、リヒテナウに向けて定期的に運行している。この街を通っていたパーダーボルンからブリーロンへ向かう鉄道、いわゆるアルメタール鉄道は廃止された、線路などの施設は解体されず残っている。町内にはボルヒエン駅とアルフェン駅の2つの駅があった。約2トル離れた場所にパーダーボルン、リップシュタット空港がある。この空港へは、 ミュンヘン行きの定期路線が就航している。また、地中海方面、カナリア諸島、イタリア、イギリスの当初へのチャーター便が発着する。約5キロメートル北のパーダーボルン市内に、プライベート機や航空スポーツに利用される特殊飛行場、パーダーボルンハクスターベルク飛行場がある。全長約5 0 0トルの環状自転車道、ウェルネスイコールラートルートトイトブルクの森が、 バートビュー・ネンベルクを通っている。ボルヒエンには2つの地方に刊誌があり、ボルヒエン向けの編集部はパーダーボルンにある。地方面以外の一般面はビーレフェルトで制作されている。ノイエ・ベスト・フェリッシェとベスト・フェリッシェ・ホルクスブラッドである。前者は同盟の新聞社が刊行しており、後者はベスト・ファーレン・ブラッドグループに属している。パーダーボルン大司教本部は年4回。 パーダーボルン軍及びヘクスター軍向けに郷土史、文学、芸術などの記事を掲載した機関誌 D バルテを刊行している。ボルヒエンアクテュエルはボルヒエン行政当局の広報誌として年4回、括弧に無料で配布される。さらにボルヒエンは西部ドイツ放送のビーレフェルト地方スタジオ及び報道をおもとするローカルラジオ局ラジオホーホシティフトの放送エリアに 属している。ハムボルン城内には出版社 c h マルマンがある。5つの各地区に一つずつ、その地区のカトリック教会組織が運営する公共の図書館がある。ボルヒエン消防団は5つの消防隊で構成されている。ボルヒエンには基礎家庭学校4校と本家庭学校1校がある。本家庭学校には2008年に 実家学校課程が設けられた。この他に、ハムボルン城に、私立のルドルフ・シュタイナー・シューレがある。1学年から13学年までが設けられており、様々な卒業資格が得られる。ルドルフ・シュタイナー・シューレには、養護学校が併設されており、健康及び社会福祉の職業専門学校となっている。2014年10月15日現在、 この町の学校には131人の教員と合わせて1551人の児童、生徒がいる。幼児教育に関しては、ボルヒエンには10円の幼稚園がある。6円が町立、3円がキリスト教会、残り1円はその他の民間が運営している。成人教育に関しては、パーダーボルン市民大学の分校である市民大学で学ぶことができる。ボルヒエンは、 中規模企業が経済構造を構成しており、大企業は存在しない。最も重要な産業分野は、絶対数で見ると、教育関係でありこの町の就業者の27%以上が従事している。ドイツ全体の同規模の自治体における平均値10%よりもかなり高い割合である。人口に対する就労者の割合は約14%である。 これは、パーダーボールン群の市町村では、アルテンベイ県に次いで2番目に低い数値である。この町に住む、社会保険支払い義務のある労働者の多くは、町外に通勤している。これらの文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。